ここは朝日通り三丁目。猫の気まぐれより気まぐれに現れるバーバーミミミ。噂によると選ばれし者しかたどり着けないお店だとか。さてさて、本日はどんなお客様がいらっしゃるのでしょうか。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今日はカットですか。はい、カットを中心に。はい、はい、どうぞかけください。すごい準備万端。家からこれで来はったんですか。あ、これ私服なんですよ。あ、そう、すみません、はい、失礼しました。じゃあ今日はどのようなカットで。え、特にははい、一番今も出てる人って誰ですか。今も出てる人ですか、はい、須田まさき君。須田まさきで。あ、じゃあ須田まさき君カットで。はい、わかりました。お願いします。じゃあ楽しみにしててください。はい、はい、鏡ないですか、この店。ないですよ。あ、ないです。はい。アンチンパリ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 オーコンソメ。アンチンたまにはお寿司を。僕は大きくなって、君のおかげで大きくなったよ。僕はコンソメ、君はパンチ。もう僕ら離れられないんだ。食べたい、君を食べたい。はい、お待たせしました。こんな感じです。うわ、ありがとうございます。はい、この髪の毛で。はい、小松奈々ちゃんをゲットできますね。いけます、いけます。須田まさき君に間違われないように変えてください。皆さん、ミミミバーバーミミミに集まれ。猫の気まぐれより気まぐれなバーバーミミミ。次はあなたの街に現れるかもしれない。